はい、こんにちは、今日はこういったちょっとメタルのような角度によって色が変わって見えるアートを作っていきます。使っていくものはこちらのマティエールの、カメレオングリッターフレーク。このグリッター、ちょっとフレーク状になってるんですけれども、角度によって色が全然違って見える、まさにカメレオンのようなグリッターというかフレークというかになっています。でグリッターのようにクリアジェルと混ぜてグリッタージェルを作って使うこともできますし、ミラーパウダーとかのように表面にすりつけて使うこともできます。で今日は、チップを使ってジェルの表面にすりつけてこういったメタルのようなデザインにしていきます。でベースジェルを硬化したら下地に今日黒を使っています。黒を二度塗りして固めた状態です。でその上から、ノンワイプトップジェル、ノンワイプトップジェルを塗布します。はい、で固めます。今日は、3色使って縦グラデーションにしていきます。どの色でもすごく綺麗に仕上がるんですが、今日は、ピンクとゴールドと、ブルーとパープルと、ピンクとオレンジ、この3色を使っていきます。で、これすごく飛び散りやすいので開けるときに気をつけてください。こういった白のようになってますね。ちょっとこれ本当に驚くほど簡単にできてしまうアートなのですごく便利です。で今、ノンワイプトップジェルが硬化できました。チップの先にほんの少量取ったらこれをそのまますりつけていきます。3分の1ぐらいで次にブルーですね。ブルーを真ん中の部分、そうしましたら、載せ終わったらこの、ホログラム載せていきます。でこのホログラムは、これもマティエールの、エンボスホログラムといって裏と表で、色が違うちょっと不思議なホログラムです。で少し丸い形なので立体感も出て、これ1個乗せるだけでちょっとこういろいろな色味と立体感が出る、ちょっと面白い変わったプログラムですね。で乗せたい部分にクリアジェルを乗せて、
で、乗せるときはブラシでもいいんですけれども、爪楊枝だとやりやすいですね。で、爪楊枝で取ったら乗せていきます。乗せたら、ちょっとライン状に整えて、一度固めます。はい、できました。そしたらこれをトップコートで仕上げます。で、このホロを乗せたところだけ凹凸が、ホロがこう引っかかったりしないようにしっかりめに乗せて乗せてください。で、エッジもしっかりとシールしますね。はい、固めます。はい、できました。こんな感じで角度によって色が全然違って見える、ピンクが見えたりオレンジになったりパープルになったり紫になったり、こんな感じですね。あっという間にできる時短アートなんですけれども、ちょっと他と違ったデザインになりますね。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。